自動車の維持費、実はもっと安くできるかもしれません。皆さんこんにちは、ネックス工業の未来です。車を所有すると維持費は家計に大きな影響を与えます。しかし少しの工夫と知識で車の維持費を大幅に削減することが可能です。今回は自動車の維持費を節約する6つの方法についてお話しします。また私たちは自動車の維持費を減らすための工夫に関する独自のアンケートを行いましたので、その結果も今回の動画で合わせて紹介します。動画が良ければいいね、チャンネル登録をお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。車を所有することで年間でどれくらいの維持費がかかるのかを正確に把握することが大切です。特に軽自動車と普通乗用車の維持費は車のタイプによって大きく異なります。軽自動車と普通乗用車を比較してみましょう。まず自動車税は軽自動車で一律1万800円、普通自動車は排気量によって2万5000円から11万円です。自動車重量税は車検のタイミングで車検証の有効期間分をまとめて支払います。軽自動車の場合は新車購入時に9900円、3年経過後は2年ごとに6600円を納税することになります。同様に例えば1トンの普通乗用車の場合、新車購入時は24600円、3年経過後は2年ごとに16400円を納税します。自動車税、自動車重量税ともに軽自動車は普通乗用車に比べて経済的なメリットがあることがわかります。また車検代の相場は軽自動車で約7万円、普通乗用車では約10万円と軽自動車の方が安いです。ガソリン代は年間走行距離1万km、ガソリン単価150円、軽自動車の燃費が 15km/L、 普通自動車の燃費が 12km/L と仮定した場合、軽自動車で年間約10万円、普通乗用車で約12万5000円となります。駐車場代はどちらの場合でも同じですが、1ヶ月2万円の駐車場を借りると仮定すると、年間に24万円が必要になります。これらの費用を総合すると、軽自動車の年間維持費は明らかに普通乗用車よりも低額になります。軽自動車は経済的な選択として魅力的ですが、実際の維持費は使用状況や地域によって変動するため考慮に入れることが重要です。自分の生活スタイルや予算に合わせて最適な車種を選択することが望ましいでしょう。加えて損害保険も加味する必要があります。自動車の維持費を抑えるには保険の見直しも非常に効果的な方法です。一見すると固定費のように見える自動車保険も、実は様々な工夫によって年間 2,3 万円程度の節約ができます。まず現在加入している保険プランの内容を詳細に見直すことが重要です。不必要な保証や過剰な保険内容がないかをチェックし、自分のライフスタイルや車の使用状況に適しているかを再評価する必要があります。例えば盗難保険の保証は、安全な地域に住んでいるか、自宅に駐車場がある場合には削減を検討できます。またインターネット上の比較サイトを活用して、さまざまな保険会社のプランを比較することも有効です。さらに、長期間無事故であれば、多くの保険会社が提供する無事故割引を活用することで保険料を減らすことができます。また、保険料を一括で年払いにすることも、分割払いに比べて割安になるケースが多く、一時的な出費ではありますが、年間のコスト削減につながります。必要ないオプションは省き、複数の保険会社から見積もりを取得して比較するなどの工夫も重要です。同じ保証内容であっても保険会社によっては大きな価格差が存在するため、細かな比較は節約の鍵となります。毎年一度は保険内容の見直しを行うことをお勧めします。この習慣が自動車の維持費を抑える上で長期的に大きな効果をもたらすでしょう。自動車の維持費を削減する有効な方法の一つがカーリースの利用です。特に車の使用頻度が月に数回程度の人にとって、カーリースは一つの選択肢となり得ます。カーリースとは、車を購入するのではなく月々の定額料金で車を使用するサービスです。その最大のメリットは、車の購入代金、税金、保険料、
メンテナンス費用など所有に伴う多くのコストを気にする必要がなくなることです。車を所有する場合、維持に必要な税金、保険料、定期的なメンテナンス費用など数万円から数十万円の費用が必要になります。しかしカーリースを利用する場合、これらの費用は月額料金に含まれており、別途支払う必要がありません。月に数回の利用であれば、車を所有する場合に比べて圧倒的に低くなる可能性があります。具体的な金額は、リース会社や契約する車種によって異なりますが、多くの場合、月額数万円程度で利用することができます。これは、年間の維持費を考慮すると、車を所有するよりも大幅に安価になるケースが多いです。車検やメンテナンスの手配、保険の更新などの面倒な手続きをリース会社が行ってくれるため、利用者は車を運転して楽しむだけでいいのです。また契約期間が終了すれば新しいモデルに簡単に乗り換えることができるなど、柔軟性も高いです。このように使用頻度が少ない人にとって、カーリースは経済的にも実用的にも魅力的な選択肢です。車を所有することのコストと手間を考慮すれば、カーリースの利用は賢明な節約策と言えるでしょう。先述した表に基づくと、普通車から軽自動車への乗り換えにより、年間で8万円近くの維持費の節約が可能です。これは、自動車税、自動車重量税、車検代など、軽自動車の方が普通乗用車に比べて費用が低いためです。しかし、節約できる額は車種、メンテナンスの状態、走行距離によって異なります。一般的に軽自動車の維持費は乗用車よりも安くなる傾向にあることは間違いありませんが、個人の使用状況に応じた選択が大切です。安い駐車場を見つけることは、自動車の維持費を節約する上で非常に効果的な方法の一つです。特にマンションに併設されている駐車場は、近隣の月決め駐車場に比べて高額な場合が多いため、適切な駐車場を見つけることが重要です。例えば近隣の駐車場がマンションの駐車場より月額2000円安い場合、1年間で24000円、2年間で48000円の節約が可能になります。このように少し歩くことになるかもしれませんが、近隣の駐車場に変更することは長期的に見れば大きな節約につながります。また少しの距離を歩くことは健康的な運動にもなるでしょう。インターネット上には安い駐車場を探すためのサービスが数多く存在しています。安い駐車場を見つけるサービスは概要欄とコメント欄に貼り付けているので、ぜひチェックしてみてください。メンテナンスを怠ると、長期的に見て高額な修理費が発生するリスクが高まります。例えばエンジンオイルの交換を怠った場合、エンジン故障につながり、修理には数十万円かかることがあります。同様にブレーキパッドの交換を怠ると、ブレーキシステム全体の修理が必要になり、これも高額な出費を招く可能性があります。これに対して定期的なメンテナンスにかかる費用は年間で数万円程度であり、これらのメンテナンス作業は車の性能を維持し、大きな故障を未然に防ぐために不可欠です。定期的なメンテナンスは車の性能を維持し、長期的には節約につながる重要な投資と言えるでしょう。自動車の維持費を削減するためのもう一つの効果的な方法は、ユーザー車検を利用することです。ユーザー車検とは、車の所有者が自分で車検の手続きを行うことを指します。車検場に直接車を持ち込み、必要な書類を提出し、自動車の安全基準に適合しているかを検査してもらいます。通常の車検サービスを利用すると、検査費用に加えて整備費や代行手数料が発生しますが、ユーザー車検ではこれらの費用を節約することができます。車検費用は数万円から数十万円に及びますが、ユーザー車検ではその半分程度の費用で済むことが多いです。特に車の状態が良好で基本的なメンテナンスを自分で行える場合、ユーザー車検は非常に経済的な選択と言えます。ただしいくつかの注意点があります。車検のための持ち込みが平日日中に限られるため、仕事などで忙しい人には向いていません。また検査で不適合箇所が見つかると、予期せぬ追加費用が発生するリスクがあります。さらに
ユーザー車検は予約制で、特に年度末などは混雑し、希望の日時に予約が取れないこともあるでしょう。これらの点を考慮し、事前の準備と計画が重要です。ユーザー車検は節約策として魅力的ですが、その利用には慎重な判断が求められます。ここでは、独自にアンケートを取った中から皆さんが実際に行っている維持費を節約する方法をいくつか紹介します。故障や異常を早く見つけて直す。ユーザー車検をする。時間が取れず陸運支局が遠い人は大変ですが、結構節約になります。レンタルで必要な時だけ借りる。排気量を少なくしてコスパのいい安い車にする。私はスイスポに落ち着き満足してます。軽に変えれば、すべて燃費も保険も維持費すべて下がる。サブスクの乗り放題サービスにして、自分保有の車にはしない。EV にする。EV がおすすめ。自動車税は1リッター並み。オイル交換なし。ブレーキ臭交換なし。1年点検料も安く、車検費用も安く済む。新車ではなく1年落ちならかなり安く買えますよ。アンケートからも、今回紹介した節約方法を行っている方が多数見受けられます。少しの工夫と知識で、予想以上に車の維持費を節約することが可能です。また、自分の自動車の価格を査定して、いくらで売れるかを確認するのも重要です。愛車の市場価値を知ることで、売却や乗り換えのタイミングを見極める助けにもなるでしょう。今回ご紹介した方法でおすすめのサービスを概要欄とコメント欄に記載してあります。もし興味のある方はチェックしてみてくださいね。さらに、この動画が良ければいいねとチャンネル登録で応援お願いいたします。X と LINE でも発信をしていますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは、今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。